ドミニカチブルコバ、ドミニカチブルコバ、ドミニカシブルコバ、1989年5月6日台は、スロバキアブラチスラバ出身の女子プロテニス選手。2014年の全豪オープン女子シングルスの準優勝者。これまでに WTA ツアーでシングルス8勝、ダブルス1勝を挙げている。シングルス自己最高ランキングは4位、ダブルス59位。身長センチメートル。 体重 55kg で、現在の女子プロテニス界でも小柄な体格ながら、パワーテニスを持ち味としている。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。両親の勧めで7歳からテニスを始め、2004年に、プロ入り。2005年から、女子テニス国別対抗戦、フェドカップのスロバキア代表選手になる。2007年から四大大会に挑戦を始め、 前後オープンは予選1回戦で敗退したが、全仏オープンで本戦初出場を果たす。全仏オープンの本戦では、スベトラーナクズネッツォアとの3回戦まで勝ち進んだ。ウィンブルドンでは予選1回戦で敗退したが、全米オープン以後は本戦に直接出場できるようになる。全米オープンはビクトリア・アザレンカとの2回戦で止まった。10月1日に、 世界ランキング47位をマークし、初めて世界トップ50に入る。チブルコバは2008年のシーズンにツアーの成績を伸ばし、一気にスロバキア女子のナンバー2に躍進した。4月中旬のボシュロム選手権で初めての女子ツアー大会決勝進出を果たし、第1シードのマリア・シャラポワに6から7、3から6で敗れて、準優勝になる。オープンで、 第28シードに選出され、4大大会シード選手の仲間入りを果たした。全仏オープンでは2年連続2度目の3回戦で、第3シードのエレナ・ヤンコビッチに敗退する。ウィンブルドンは1回戦で、テイ・キヨシに4から6、3から6で敗れた。8月に入り、ロジャーズカップで2度目のツアー決勝進出を決めたが、今度は、ディナラ・サフィナに2から6、1から6で完敗した。 カナダマスターズ準優勝の後、チブルコバはオリンピックのスロバキア代表選手として北京リンに出場した。オリンピックの女子シングルス出場選手は64名で、シード選手は16名であるが、北京リンの第16シードとして3回戦まで勝ち進み、ここでもヤンコビッチに敗れた。全米オープンではシングルスは3回戦で、 第9シードのアグニエシュからドワンスカに0から6、3から6で敗れたが、ビルジニ・ラザノと組んだダブルスでベスト8に入った。2009年の全仏オープンで、チブルコバは第20シードから初のベスト4に進出した。本大会の勝ち上がりでは、肩の故障から復帰したばかりのマリア・シャラポワを、準々決勝で破った後、準決勝で第1シードのディナラ・サフィナに3から6。 三から六のストレートで破れた。2010年は全米オープンでノーシードから四回戦でスベトラーナ・クズネッツォワを七から五、七から六で破るベスト八に進出する。準々決勝では第一シードのキャロライン・ウォズニアッキに二から六、五から七で破れた。2011年はシドニー大会で世界ランキング一位のキャロライン・ウォズニアッキを六から三、六から三で破ったが、 前後オープンでは3回戦でオズニアッキに4から6、3から6で敗れている。6月のスヘルトオヘンボス大会のダブルスでフラビア、ペンネッタと組決勝に進出したが、チェコのバルボラザ・フラボバストリコバークララザ・コッパロバ組に61、46、70で敗れた。ウィンブルドンでは4回戦で、第1シードのキャロライン・オズニアッキを16、76、75で破り、ウィンブルドンでは、 初めてのベスト8に進出する。準々決勝では、マリアシアラポワに16、16で完敗した。10月のリンチ大会では、ツアー3年ぶりのシングルス決勝に進出したが、ペトラ・クビトバに46、16で敗れ3度目の準優勝となった。翌週のモスクワ大会で2週連続で決勝に進出し、カイア・カネピオ36、76、75で破り、チブルコバは、 悲願のツアー初優勝を果たした。2012年全仏オープンでは4回戦で、世界ランキング1位のビクトリア・アザレンカを6からに、7から6で破り3年ぶりのベスト8に進出した。準々決勝では、サマンサスとサーに46、16で破れた。7月のマーキュリー・インシュアランスオープンでは、決勝でマリオン・バルトリに61、75で勝利し、ツアー2勝目を挙げた。 ロンドン五輪で2度目のオリンピックに出場したが、シングルス、ダブルスともに1回戦で敗退した。2014年全豪オープンでは4回戦で、マリアシャラポワを3から6、6から4、6から1、準々決勝で、シモナ・ハレプを6から3、6から0、準決勝で、アグニエシュからアドアンスカを6から1、6から2で破り4大大会で、初めて決勝に進出した。 スロバキア人選手が4大大会シングルスの決勝に進出したのは初めての快挙であった。決勝ではリダニ67、06に敗れ準優勝者となった。2016年は WTA ツアーで6回決勝進出して3回優勝と前年の怪我から復活して高成績を上げ WTA アワードでカムバック賞を受賞。レースランキング8位で 初出場を果たした WTA ファイナルでは、ラウンドロビンを一勝2敗ながら、セット率で2位通過すると、準決勝で、スベトラーナ・クズネッツォワに逆転勝利、決勝で、世界1位のアンゲリック・ケルバーを63、64で破り初優勝を果たし、初めてのビッグタイトルを獲得した。2017年3月20日付のランキングで4位の自己最高を記録している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。